ちょい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 、なんだか大変なことが起きてまして、おっとこれは動画を出さずにはいられないぞと思いまして、今動画を撮ってるんですけども、先日私が公開したこちらの動画、内容はですね、元男の子が性転換をして女として初めて女子更衣室に入って、そしてプールに入れっていう、すごい長いんですけども、そういう内容の動画出したんですね。元男の子にとってはすごい勇気のいる重大なイベントなので、その光景を皆さんに見せたいっていう気持ちで出したんですけども、本当ありがたいことにですね、かのんちゃんおめでとうとか、女の私から見てもかのんちゃんは女性だから安心したいなどなど、さすがにこれは視聴者さんが噛みすぎないかと驚愕してしまうほど皆さん優しすぎて、涙は出なかったけども本当泣きそうでした。そんな優しい世界が繰り広げられた動画だったので、本当にあの動画出してよかったなと思ったと同時に、しかし優しい世界だけではなかったのだ実はですね、あの動画を出した後に元男の子の視聴者さんから私の SNS の DM に若干これは苦情なのかな的なDM をいただいてまして、おっとおかしくないか、女子更衣室を元男の子が使うなんて女の私からしたら怖いし気持ち悪いからやめてみたいな感じの女性からの DM が来るんだったら、私もなんとなく理解するんですけど、意外にも苦情的な DM は元男の子さんからしか来てませんでした。どんなニュアンスで来てたかというと、元男の子が女子更衣室とか女子としてプール入るのどうなのみたいな感じの DM だったんですね。ではですね、まずその DM を読んでいくんですけども、1件目。この前のプール動画を見ました。私もかのんさんと同じで女性として生きてます。すごく羨ましかったです。ですがまだ金銭的理由で性転換手術をしてないので、プールに入れないし我慢してます。かのんさんの視聴者には性別変更を我慢して生きてたり、性転換しても世の中から女性扱いしてもらえず悲しい思いをしている人がいっぱいいます。そのような方がたくさん見てるであろうかのんさんのチャンネルであのような動画を出すのはいかがなものかと。それにかのんさんは性転換されてるのは知ってますけど、まだ戸籍は男性ですよね。そのような状態で公共の女性用の施設を使っては犯罪になりませんか。かのんさんは世の中の元男の子に勇気を与えている存在かと思う部分もありますが、かのんさんのプール動画を見て男性でも女性更衣室を入っていいんだと勘違いさせてしまうことを世の中に拡散させてることに自覚はありますか。お返事お待ちしておりますということです。ではですね、続きまして2件目の DM いきます。今回はこの2つの DM がすごい興味深かったんで、今から取り上げていくので2件目読みます。すいません。私は性転換して戸籍も女性に変えてますが女湯には入れません。いくら法的社会的に女性になっても更衣室では好奇の目で見られます。青木さんの動画ではこれが元男の子なんですみたく、あたかも世の中の元男の子が青木かのんさんみたいな頑張れば不自由なく生きれるかのようなニュアンスで発信されているのには少し戸惑います。もっと悩んでる元男の子は世界にたくさんいますよ。もう少し元男の子たちを置いてけぼりにせずに寄り添ってほしいです。という感じでですね、 DM をいただきました。難しいんですよね、すごい。なんか人それぞれの感覚じゃないですか、こういったことって。確かにですね、私は性転換をしたんですけど戸籍変更届を出してないので戸籍は男性なんですよ。まず順を追って DM を送ってくれた方に私の考えを話します。すいません、ちょっとなんか真面目なテイストで話さないといけないかなと思って今話してるんですけども、まずですね、青木かのんがプールや女子更衣室に入ってるのはなんだかなーと思ってる方々が私と同じ元男の子さんってことがポイントなんですよね。確かに私の視聴者さんには性別に悩んでる方々はいます。多分全体の38万人登録のうちの1割ちょっとが多分そういった方々だと思うんですけども、かのんちゃんもっと元男の子の私たちに寄り添ってという気持ちもわかるんですけど、個人的な考えを持ち出してすごい申し訳ないなと思いますが、この方々の主張を読むと、なんだろう、足を引っ張ろうとしてるのかなってあんまり言いたくないけどそう思っちゃってたんですよ。それはまあいろいろ経験がありまして、結構その元男の子の飲み屋とか結構あるあるの文化といいますか、中には性転換マウントとかあったり、私は手術まだしてないけどあなたはしてるのよね、羨ましいわみたいな感じでいびりみたいのもあったりとかするんですよ。結構そういうの私も見てきたし感じてきたので、だからそういった私の個人的な考えが今出てるんですけども、もちろんですね悩んでる方々に寄り添うのはすごい大事ですし、私もこういったスタンスはこれからも持ちたいなとは思ってます。ですが時には背中を見せることも大事だと思ってるんですね。元男の子にとって女性しかいないようなその公共の場っていうのはかなりハードルが高いものだと思ってて、もし例えばそういうとこに入った時とかに「わっあの人もしかして元男の子なの?」っていう感じに好奇の目にさらされないかビクビクしてる元男の子さんって多いと思うんですよ。私もその一人でした。だから今まではそういった場所を避けてきたし、どうしても入りたいと思った時はその施設の方に許可を得て元男の子さんの先輩と一緒に他のお客さんがいないような時間帯に入ってたりとかしてたんですよ。なのでこの前公開した動画っていうのは私にとってすごい挑戦だったんですね。なんだろう、難しいけど応援してくれてる元男の子さんたちに私も頑張ってるから一緒に前に進もうねの意味合いでも出した動画なんですよ。でもこの考えってあくまでも私個人の考えじゃないですか。それを他の人に押し付けようっていう考えは全くないので、あ、そういうことなんだみたいなぐらいの感覚で聞いていただけたら嬉しいです。髪の毛が、なんか髪の毛が割れてる、おかしい。なにこれ。あ、お、これいいじゃん。治安いい。そしてですね、次の題材なんですけども、結構難しいですよ。戸籍男性なのに女子更衣室はいいの?の件ですが、今からこれを話していきます。まずこのケースが違法か違法でないかを最初に話しますと、もういいよ、そんな演出いいよって今思ってる方いらっしゃると思いますけど、やらせてください、一応。私もわからなくはないですよ。違法じゃありません。いやいや違法でしょ、だって男性戸籍だったら女性用更衣室入って盗撮するかもしれないじゃんって思う方も中にはいらっしゃると思うんで、その不安を私は払拭させたいし、あ、こういう理由だったら例外なのねということを皆さんに今から解説していきます。なんか変な通帳になっちゃった。今から呼ぶ方はですね、性転換などの手術のアテンドを約200回されている性別のプロスザンヌ美咲さんです。その方に今回のケースを聞いてみたいと思います。つながるかな。はい。あ、青木香音です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その事前に送った内容なんですけども、はい、まず一つ目に聞きたいのが、元男の子で戸籍がまだ男性、そして性転換手術をしている、まあ私のケースなんですけども、はい、そういった人間が女性用の更衣室に入ったら違法なのかどうかについてちょっとお聞きしたいんですけども、いいですか。はい、そうですね、微妙なとこなんですけど、はい、その施設の方、はい、施設の管理者が許可出していれば問題はないと思います。撮影協力もらってますね、三日月さんには。はい、そうですよね。その元男の子ってことはちゃんと伝えてあって、はい、それで撮影で使うってことも伝えてあるわけですよね。はい。そしたら全然問題はないです。お、なるほど。はい。ちなみにはい、例えばじゃあ施設に事前に聞かずに、はい、でも入れたりする場合はあるんですか。うん、あると思いますね。法律だと、はい、戸籍の性別が男性だからとか女性だから使っちゃダメっていうのはなくて。あ、そうなんですか。例えば今回の場合だと迷惑防止条例とかが関連すると思うんですけど、はい、例えば本来使用するって想定されてない人が違う目的で使う場合、例えば男性が女性に使うことを目的としている更衣室を使うとかだったら問題になるんですけど、青木さんの場合はもう普通に女性として生活されていますし、見た目も女性ですし、性転換もしているので、常識的に考えて女性として扱うのが妥当じゃないかなって私は思いますし、その施設側の方もそれで OK 出してますので、法律的には何の問題もないと思います。じゃあまとめると、ここは女性用更衣室ですよっていう施設が着替えるところを目的として提供してる場所に着替えること以外の目的で入っちゃったら、男性でも女性でも関係なくアウトってことですね。そうですね。じゃあ今回の青木かのんのケースはセーフっていう。そうですね、全く問題ないと思います。さっさと戸籍変更届け出すよっていうことなんですけどね。それはなんとも言えないですけど、わかりました。ありがとうございます。はい、すみません、砂野美咲さんでしたっていう感じでですね、なんとか私はこうならずに済みました。いや、それはもう私なんとなく分かってたし、そういったことを想定して許可をいただいて撮影に挑んでたんで。ただ私が言いたいのは、そういった施設を使う場合、その法律の前にやっぱりその女性の方に、周りのお客さんに不安にならせないように自分も身なりを整えないといけないとも思いますし、最低限やっぱり私は女性として生きてますよという示しをつけるためにも、私たち側の努力も必要だなと、そう考えてますので、堅苦しくなって申し訳ないんですけども、私は迷惑をかけない、その気持ちでこれからも女として生きていきたいと思います。で、大丈夫ですかね。今回私が伝えたかったのはそういったことです。今回のケースでは違法ではないということ、あとは私が持っているスタンスを話せたので、いい動画を撮れたかなと思っております。今回協力してくださった砂野美咲さんのチャンネルは画面の下にありますので、そちらをぜひ見てみてください。いろいろ学べると思います。少しでも今回の動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、 TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。これ前髪じゃなくてこのサイドの髪、どっちがいいんだろうな。耳かけどっちがいいんだろう全然関係ないよまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。